こでいいのかな。でも上が見えなかったら何これってなるね。牛になってます、実は。ポンポコポンポンポン。もち引けばいいのか。なんか頭がでかくなったみたい。どうしたら怖くなるのかな。あ、こうか。ちょっと難しいですね。うん、よし。こういうお菓子、お菓子あるかな。牛のまま帰ってきたな。さすがにちょっと着替えて帰ってきました。ちょっとこれで帰るのは牛年だけどちょっと恥ずかしかったので脱いで帰ってきました。前髪がね、多分ずっとこれをかぶっていたからか落ちてきましたね。どうなんだよ。待ってね、ちょっとこれが下に来てるからこれを上に引っ張ってこうしてこうか。見えにくい。なんかゲームしてそう、こうやってこうなのか。うん、オーケー。おお。ハロウィンなの。ハロウィンならそのまま電車乗りそう。確かにハロウィンだったらね、行きますね。ちょっと今日は無理でした。牛のまま帰るの勇気が必要。確かに絶対周りの人に見られましたね。髪の毛巻いてないと長いね。あ、確かにちょっと伸びたかな、前よりは。なんかあの今日はあの JC ラストセーラー服っていうテーマで、そろそろねもう1月だから制服、セーラー服着ることないかなと思って JC ラストセーラー服って書いて、ちょっと JC なのでストレートの方がね JC らしく学生っぽいかなと思ってストレートにしました。今日は前髪も巻きたくて仕方ない。ちょっと流してみますね。そうするとどうにかなるか。まあいっか。パンダ、確かにパンダにも見える。今日は牛さんです。牛年なので牛が来ました。うーん、入る部屋間違えたから合ってますよ。ここで岡本玲奈です。ちょっと前髪を流してみる作戦でいきます。はい。ギリギリ JC。 そうです、もうすぐ JK になるので今日 JC です。ダルムシアにも似る。あ、確かにこれがなかったら確かに同じ模様ですね、牛と。本当だ。これがなかったらダルメシアンでもいけるかも。リップの色合いがちょうどいい。え、嬉しい。ちょっと学校っぽいのでちょっと薄めがいいかなと思って、でもちょっと牛になったので足したんですけど、今日はこれを使いました。ワインシャートラビットでワインリップティントのなんか薄ピンクみたいな使いました。ミル姉さんと YouTube 出てみてくださいね。で顔までね塗って出てみたいですね。ミル姉さんに教えてもらいたいです。シャンパン、シャンパンなのこれ。何なんだろうね、形かわいいと思って。シャワインリップティントって書いてる。寝るまま、ん？寝る、このまま牛になるの、寝るの？このまま牛になるには寝るのがいいです。お、このまま、あ、で、これすごいモコモコなんですよ。だから今日からパジャマにしようかなと思って。だから今日から私は牛になって寝ようかなっていう風に思っています。結構どうなんだろう、頭痛いのかな？あ、意外といけますね。意外と寝れそう。うん、いいですね。ちょっと今日からこれで寝ようかな、牛さんで。うん、部屋着にいいよね。ね、そう、モコモコでめっちゃいい。レナタン動物コーデだけで動物園作れる。確かに。え、今まで何してきたかな。犬とかね、猫とかいろいろしたからいけるかも。うん、
んちゃんに会えた。あ、今日会えましたよ。一緒にね TikTok 撮ってきました。めっちゃ面白くて笑いました。いっぱいまた載せますね。そのまま雨の動物園歌いそう。あ、確かに雨の動物園。あれ牛っていましたっけ、雨の動物園。いたかな。レナはあのペンギンをねライブで一度させていただいたことがあるんですけど、牛って牛いた。ゾウとかは覚えてるんですけど、ライオンとか牛いたかな。どうだろう。 TikTok のキティちゃんポーズかわいいね。あー、ゾコト様とあれゆうかちゃんとねしたんです。クロミ、マイメロ、シナモン、ポチャコ、プリン、ポムポムプリンがなんでこれなのかちょっとよくわかんないんですけど、プニってしてるからプリン、ん、クロミ、マイメロ、シナモン、ポチャコ、プリンでキティちゃんか。あ、全員言った。キティちゃんポーズ、ヒゲ。うん、いないけど違和感なさそう。え、本当ですか。やった。牛はいなかったんですね。でもいそうですよね。来て混ざれるかも。よし。うん、レナタン結構歌うまかったな昨日。めっちゃ嬉しいです。そう、あのハート型ウェルスを歌わせていただいたんですけど、一人で歌うことって、え、一人で歌ったの初めて、この初めて。そうで、めっちゃ緊張したんですけど、あ、そう言ってもらってすごい嬉しいです。やったー。あ、遊びに来たよ、ありがとうございます。今日末っ子かなにモコモコのパジャマあげたら喜んでた。いいな、この時期ねモコモコ着て寝たくなりますよね、優しい。優しいですね。よいしょ。レナタン型ウイルス、レナタン型ウイルスをいっぱいちゃんと落ちました。届いたかな。3回みんな押して3回とも泣いてくれたの。嬉しい、ありがとうございます。ね、すごい嬉しい、泣いてまでくれたなんて。その格好でママタンに寝顔取られたりして、確かにこれで、ね、あのあれ寝落ちしたら取られてるかも。それなら感染して、本当。レナタンの声好きよ。やったー、ありがとうございます。なんか自分的には声が低く聞こえる、なんかビデオの自分の声とかあんま好きじゃないんですけど、そう言ってもらえてすごい嬉しいです、ありがとうございます。あれめっちゃ緊張しました。マイクがこうスタンドなんですね、ハート型ウイルスで、あれマイクがちゃんと取って、タンバリンも横についてるんですけど、両方取ってちゃんと移動できるかっていうのめっちゃ緊張しました。でこうマイクをこう取ったり動かしたりしたら声がなんていうの入りにくくて、ちゃんと歌えなかったらどうしようとか焦りました。その格好で外出ても可愛い。嬉しい、ありがとう。嬉しい、大丈夫ですかこれで出て。でも可愛いって言ってもらえたのは嬉しいです。スタンドマイク難しそうね、ちょっとね緊張しますねスタンドマイク。あとなんかあったかな。あ、そう、あと何でしたっけ。あのマネージャーさんがねいるんですけど、あの皆さんに有名のマネージャーさんがいるんですけどね、あのご飯昼だったので、ね、ご飯何がいいって言われて、なんかフルーツでも何でもいいよみたいな感じ言われて、普段あんま聞かれることがないのでちょっと分からなくて、お任せにしますって言ったんですね。そしたらめっちゃ美味しそうな、すごいこれぐらいの韓国料理が詰まったお弁当を買ってきてくれて、あ、皆さんのコメントに出てるそのマネージャーさんですね。そう、めっちゃね美味しそうなお弁当を買ってきてくれて、あの
すごいね、嬉しかったんです。でめっちゃ美味しくて、そうセンスが素晴らしいって思いましたね、生でこんな美味しそうな韓国見たことなかったのでね、知りたいと思いました。優しい優しいマネージャーさんね、すごい優しい、美味しいって言った、おーよかったって言って、でなんか他のメンバーにもそれ結構人気らしくて、そう買ってきてくれましたグループ C は今井マネージャー、あそう今井さんです。そう、それはね発表されてましたよね。そう今井さんは前まではN か、 N のマネージャーさんだったのであんま関わることなかったんですけど、ちょっとこの機会にねいっぱい話したいなって思いますお腹空いてきたね。レナも昨日もちょうどね同じ時間に初めてお腹空いたお腹空いた言ってたんですけど、ちょうど私も空いてきました。なんかお話し会中もねお腹空いたって話したらね牛じゃないですか、でお肉食べたいって言われてそう面白かった。そう女性のマネージャーさんなのに、そう女のマネージャーさんです今井さん。マネージャーになりたい、ぜひぜひ。マネージャーってどうやってなれるんですかね、募集とかあるのかな、ちょっとあんま詳しくなくてねどうなんだろう。あ嬉しい、去年のツイッター祭楽しかったって言ってもらえて、去年じゃない昨日嬉しい。でずっとハート型ウイルスはあれバックダンサーであれスコールとか着てた時のチャン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 チャチャラチャン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 チャチャラチャンチャチャン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 とか、真夏のクリスマスローズとかやってる時にスタンドマイクだけを運ぶって役があって、そうサイピーさんとかが出てる時にもうねすごい真剣にこうやってもうこれだけを落としちゃいけないと思って、もう一番緊張したぐらい。でこうやって、ね、めっちゃ真剣に奥がかりをしてたので、ね、自分が歌う方のね慣れてめっちゃ嬉しかったです金のやつ、そう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 、めっちゃ銀ピカピンでベレー帽とかねかぶれた時はすごい嬉しいっていうそうそのやつです、銀のやつ。錬金公園の爆弾さん懐かしいなね、めっちゃ懐かしいそう、その時に持って行ってたので嬉しかった、私が歌ってるってなりましたうんね、嬉しい話です、うん、よいしょ。グループ C での密着会議の話進んでます。あ、今日あれ今日配信、あれもう配信されました、どうなんだろうね、ちょくちょくしてますよ。すごい生誕スピーチ良かったよ、感動した、ありがとうございます。結構お話し会でも言ってもらえてめっちゃ嬉しい。何話したかな、関わってくれた皆さんありがとうって言ったのとあ明日か、配信ナンバトルの会議明日か、ありがとうとか、今まであったこととかこれからの目標とか話しましたね。やだ本当にいい子、嬉しい。悪い子ですよ悪い子なのか分かんないけどありがとうございます。スピーチ聞き取りやすかったな、嬉しい。でも私滑舌がサシスセソ、サシスセソとあと何かも立ちつてとなんおサシスセソかなとかだけ苦手な、いや苦手で、でちょうどなんかそのサシスセソがよく文になんかこう混ざってることがあって、そうそれでめっちゃねちょっと不安だったんですよ、いっぱい噛んじゃわないかなって。だからなんとか無事言えてよかったですセタンさんに来てめちゃくちゃ幸せだったよ、ありがとうございますね、来てくれて嬉しかったです。ジェスチャーゲームも可愛かったです、おーよかった。そのなんか何しようかなセレクトゲームと思って、でジェスチャーゲーム楽しそうと思って一回家でいっぱいね紙に書いてみて、ハワイでレナが
フラダンス踊ってるとかいっぱい作ってみたんです。ベリーがなんとかで寝てるみたいなとかで、家で一回家族でねやってみてめっちゃ楽しかったから、あやってみようと思ってしました。そうめっちゃ楽しかったからねまたしたいです。本当はあれ最初はマネージャーさんになんかテーマを考えてもらって、で一人がフリップ出して、でなんか初めて知って二人がやるみたいにしようと思ったんですけど、なんかそのメンバーのことを詳しい人が書いた方が面白くなるんじゃないかってなって、それで一人の人が書いてそれをもう一人の人が見てジェスチャーして、それを一人の人が答えるみたいな感じで遊びました。そうめっちゃ楽しかった。しっかりしてて中学3年生とは思えない。ありがとうございます、嬉しい。でそれの練習の時にお姉ちゃんとお母さんとやったんですけど、お姉ちゃんが最初は多分恥ずかしかったのかな、めっちゃ嫌や嫌やって言ってたのに、最後一番楽しんでてめっちゃ動き回ってて面白かったです。なるほど、メンバーのことが分かるから楽しくなるね。そうですね、めっちゃ楽しかった。2周できたしよかった。それが学校の制服、これ学校の制服じゃないですよ、これ牛です。よいしょ。レナタン、去年の誕生日終わってくれたらめちゃくちゃ嬉しかったかな。あーよかった、喜んでもらえて。皆さんもね、誕生日の日とか、あの誕生日だよって言ったらハッピーバースデー一緒に歌いたいので言ってくださいね。お姉ちゃん面白いね。レオンの誕生日も今年はお姉ちゃんからね、ちょっと恥ずかしいこととかいろいろ暴露もあったんですけど、そうお姉ちゃんが書いてくれました。もうセーラー服は着ないの？いや、セーラー服は着ると思います。中学は最後、高校にやったらまた着るかな。そうで分からない、公園で着ることあるかな、セーラー服。自分では始めるかな。いい手紙やった。嬉しい。お姉ちゃん何個上なの？お姉ちゃんは9個上です。そうで、手紙をちゃんとああいう風に書いてもらったのは2分の1成人式の時以来ぐらいで、そうだからめっちゃ考えて書いてくれたんだろうなって思いました。レナタン、コッツァ様がお姉ちゃん欲しかったって言ってたから立候補するしか。レナタン、コッツァ様がお姉ちゃん、あそう、コッツァ様が、あそうそうそう、レナタンはしっかりしてるからお姉ちゃんっぽいねって言われて、そうなんです。で結構9歳離れてるんですけど、お姉ちゃんも結構子供っぽいところがあるんですね。結構そうだからお姉ちゃんっぽいのかな、お姉ちゃんっぽくはないか、わからない。結構割と離れて、そうなんですよ、結構離れてて、だからなんかお姉ちゃんというよりもなんかお母さんにも近いみたいな感じですね。富士急ハイランド、コツ様といつ行くの？いつ行こうかな、ちょっと落ち着いてきたらね行きたいなって思います。行きたい、富士急。なんだっけ、なんだなんだっけ、あれ名前ドドンパ。なんだっけ、富士急の名前。すごい乗ってみたいの、いろいろあります。ゲーマーのお姉ちゃん、ゲーマー、ゲー、あでもゲーム好きです。ゲーマーなのかな。ゲーマーなのお姉ちゃん、ちょっとわかんないんですけど、ゲームは好きですよお姉ちゃん。藤山、藤山、ちょっと聞いたことあります。乗ってみたい。ドドンパはむちゃくちゃ怖い。あそうなんだから、よく名前聞くのか。いっぱい乗ってみたいな。全制覇してみたい。何個ぐらいあるのかな、乗り物全部乗ってみたいですね。富士急怖そう。確かにどうなんだろう、
あなたもゲームの才能あるよ。本当ですか。でもマリオとかすぐタタタタラララランってなってすぐ終わっちゃいます。ゲームオーバーってすぐ落ちちゃうし食べられちゃう。こうやってどんどんちっちゃくなってて落ちます。上手かな。でもゲームねできる人なりたい。楽しそう。行ってみたいな富士急。本当に意外と遠いのかな。どうなんだろう。気になります。初配ショールーム、あ、ショールームじゃない、生誕祭でもねファンの皆さん何人か乗れるよって方いたので、そう一緒に行きたいなって話になったんです。ゆうかちゃんは乗り物に乗る、あ、乗り物系は無理だけどお化け系は生きるんだ。あ、そうなんや。あ、でも結構グロいのとか平気って言ってたからかな。じゃないかってのもある。じゃないか。じゃないか。どんななんだろう。面白そう。気になる気になる気になる。ちょっとね今日のお名前を書くシールを選びたいと思います。どうしよう。昨日はチューリップだったから今日はこの子にしよう。お星様。この子にしたいと思います。ゆうかちゃんのレノとモノマネ好きね。あんな喋り方してるかな。レノがいたら大丈夫みたいな言ってましたね。チームエイトさん富士急でイベントやってたんや。 ANB もねやりたいですね。やるときはぜひよろしくお願いします。何でも乗ります。何でもするよね、やりたい。似てる。嘘。そういう一面があったんですねみたいな。そうね、覚えてくれてたらいいな。虫とかもグニグニ系はちょっとちょっと一回お大丈夫かってなるんですけど、パリパリ系とかは普通に食べてみたい。蜂、なんか蜂の子供っていうのがすごい甘くて美味しいらしいんですよ。イッテ Q さんでやっててめっちゃ食べてみたい。じゃあそろそろランキング読みたいと思います。13位まこちゃんありがとうございます。12位やまちゃんありがとうございます。11位おちゃぱタイムさんありがとうございます。10位まじんじいさんありがとうございます。9位さときちちゃんありがとうございます。8位 FFF さんありがとうございます。7位トルコライスさんありがとうございます。6位すえひろさんありがとうございます。5位ヤシくんありがとうございます。4位ヨシキさんありがとうございます。3位マサくんありがとうございます。2位ベリマリさんありがとうございます。そして今回の1位はタラララン、タンシゲさんです。ありがとうございます。バチ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 。お名前を書きたいと思います。よし、しーさあ、OK。ありがとうございます。じゃあまた貼っておきたいと思います。あ、皆さんもパチパチありがとうございます。お話し会楽しかった。ありがとう。こちらこそありがとうございます。書くときに牛の顔見える。あ、確かに。こんにちは。あ、すごい、こんなにかぶれてる。あれ、あ、どう、顔見えた。飛んでっちゃった。悪い人見た。ひーって出てそう。また来週お話し会だね。めっちゃ楽しみです。来週もよろしくお願いします。
って前髪すごいことになってる。むせかぶったり外したりとか。よいしょよいしょ。はいはい。うん、レナタロちゃんおやすみ、おやすみなさい。まだ出ないけど。よし、目が隠れたら中二病っぽいね。面白い。じゃあそろそろ終わりたいと思います。今日皆さん見に来てくれてありがとうございました。またぜひ見てね。今日ねオンライン話し会もありがとうございました。昨日も今日も2日連続お話し会、生誕祭、ショールームできてめっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。またね。3、2、1、バイバーイ。